サンローランの陰にどんな女性がいたのか、アレキサンダー・マックイーンがあのコレクションを生み出す背景に何があったのか、そういう目線でファッションを見るとまたこれまでと違ったファッションの楽しみ方ができると思います。こんにちは、ハーパーズバザージャパン編集長の塚本香織です。ファッション雑誌の編集者として40年近い経験を持つ私がファッションの楽しさを皆さんにお話しするザ・レッスン、今回のテーマはミューズ。ミューズという言葉は皆さんもよく耳にされると思いますけれども、そもそもミューズってどういう意味なの？実際にミューズと呼ばれている人にはどんな人がいるの？今回はそのことについてじっくりお話したいと思います。そもそもミューズとは何なのか、もともとの意味は女神ということのはずなんですが、ファッション界で例えばデザイナーのミューズというふうに使われるときは、そのデザイナーをインスパイアしてその想像力をかきたてる存在としてミューズという言葉を使います。不思議なことに世の中には職業がミューズという女性も存在してるんです。ファッションデザイナーとミューズという言葉を聞いて、私が一番最初に思い出すのはある一枚の写真です。サンローランの右側に立っているのがルルドラファレーズ、左側に立っているのがベティカトル。ミューズという言葉を聞いて私が一番最初に思い浮かべるのはその3人のトリオです。サンローランのそばに常にいて、彼の想像力を刺激し、そして彼が作った洋服を誰よりも素敵に着こなした2人、そういう存在こそがミューズ。ファッションブランドのデザイナーたちは少なからずそういう存在の女性を持っていたはず。ユベルド・ジバンシーにとってオードリー・ヘップバーンは似たような存在だったような気がします。もちろんジバンシーはオードリーの映画に衣装を提供しているということもあったので、オードリー自身がジバンシーを着ることで自分を変えていったという言い方もできるんですけれども、同時に彼女が着るファッションがジバンシーの想像力をまたかきたてていくというふうな、まあ、相関関係、お互いにお互いをインスピレーションし合う関係、それがデザイナーとミューズの関係です。近年で一番印象に残る2人といえばアレキサンダー・マックイーンとイザベル・ブローです。イザベル・ブローはそのとても個性的なファッションで知られていますけれども、かたやマックイーンのミューズであり良き理解者でした。マックイーンがセントラル・セント・マーティンズを卒業する時の卒業展で作った洋服を全部買い上げたのがイザベル・ブロー。ある意味ミューズというのはデザイナーを支援するパトロンでもあったのです。現代のミューズといえばバージル・アブローとベラ・ハディッド、オリビエ・ルスタンとキム・カーダシアン、そういった組み合わせが思い浮かびますが、これまでのミューズと大きく違っているのは彼女たち自身も強い発信力を持っているということ。ベラ・ハディッドはいつもセクシーな着こなしをしてますし、そしてそれを自分のインスタグラムでも発信をしている。もうキム・カーダシアンにおいてはいろいろなメディアで自分をいかにプロモーションするかということに長けた女性です。そういったプロモートスタイルも含めてデザイナーを刺激する存在というのが現代のミューズ。私自身のミューズといえば例えばロミー・シュナイダーだったりシャーロット・ランプリングだったり、年齢的にもちょっと上なんですけれども、まあ映画の中の存在はもちろん、彼女たちのやっぱり普段の着こなし、ちょっとした仕草、話し方、なんかそれにすごく刺激を受けるし、その人たちの着こなしは私自身のお手本になります。もう一人忘れていけないのがリーダ・ジビル。ジャクリーン・ケネディの妹として知られる彼女のやっぱり気品ある着こなしはジャクリーン以上かな。ファッションは洋服を着ることだけじゃなく、いつもストーリーがある、
サンローランの陰にどんな女性がいたのか、アレキサンダー・マックイーンがあのコレクションを生み出す背景に何があったのか、そういう目線でファッションを見るとまたこれまでと違ったファッションの楽しみ方ができると思います。ちなみに私もあるデザイナーのミューズになった瞬間がありました。まあ、今もあるコルトモルテドっていうバッグブランドなんですけれども、一応私はこの香りというバッグを持ってます。まあ言うなれば折り紙みたいなちょっとジャパネスクなデザインがこのバッグの特徴で、まあ、その日本人の数少ない友人だったのでたまたま香りになっただけだと思うんですけど、まあ、ちょっとミューズ気分が味わえる思い出のアイテムになってます。ちょっと前までネットフリックスのザ・クラウンにハマってました。20代の最後の年に10ヶ月暮らしていたスペインのアンダルシア地方をもう一回ゆっくり旅したいです。夏でも冷たい飲み物は絶対に飲まない。シルビー・ギエムになりたいです。言葉じゃなく肉体で何かを表現する人間になりたい。ザ・レッスン・ミューズ編、楽しんでもらえましたか？ハーパーズ・バザーの他の動画もぜひご覧ください。